皆さんおはようございます。ワードです。今日は2019年2月の1日朝5時18分です。20回目のトレーニングです。よろしくお願いします。みーすけにね、ナイキの服とかもらったんで着てみたいと思います。トレーニングウェア届いて、みーすけありがとう。トレーニング今から着てトレーニングします。ドレさんからこの前、うわ超いいやつじゃん、うわうわこういうことこういうこと、うわめっちゃかっこいい、ありがとう。トレーニングウェア着た、ありがとう。長袖のね、すげえかっこいい、高いのにありがとうね。今日もトレーニングしましょう。いやめっちゃかっこいいじゃん。似合うかな。ミースケがウェア買ってくれた、着てみたいと思います。ナイキのすげえいいトレーニングウェア。練習今ロードワークだけだね。今ロードワークだけ。いやこれ似合うかな。似合う似合う。うわいいね。サンキューミースケ。うわ嬉しい。あ、なんかまたタグついてる。ここにもタグついてるわ。タスキにした。似合ってる。知るか。似合ってる。ありがとう。KP ありがとう。ジャージも着てみようか。ズボンを取っか。ジャーありがとう。うわこれいいやつだな。素材がいいね。わあなんか軽い。あ、ウィンドブレーカーじゃん。え、これはジャージの下に着るのかな。え、これウィンドブレーカーじゃん。このまんま着ていいのかな。ちょっとわかんないな。うわありがとうミースケ、バカありがとう。いや頑張ろうって気になるよね。いやこれ高いぜ、ね、値段表入ってあったけど。手殺しようぜ。いいね、手殺しようぜ。うわやべ、傷ついた。え、もう壊しちゃう俺。うわこれいいね、めっちゃいいやつ。着てみっか。自分で染めたよ。映画が好きなんですか。ああ、そう、いや映画見るのが好きってわけじゃなくて、撮りたいんですよね、配信者の映画。うん、いや普通に配信者の映画、うん、まあまあまあ映画撮りたいんですよね。よ、あれ、あ、え、なんだ、え、なにこれ、入らない、え、なにこれ、え、ど、え、なにこれ、入らないんだけど、え、どういうこと、あれ、なんで、なんで今詰まったんだ。うわ、あったけ、こんばんは。何で何が引っかかってんのか分かんねえな。あ、どういう、こうか。
うわわ、すげえすげえ。あ、ぴったりぴったり。ぴったりだわ。うわ、あったけえ。すげえ、こんな軽いのになんであったかいの。めちゃめちゃあったけえわ。すげえ、軽いの、超軽いのにすげえあったけえ、これ。なんだこれ。何の素材だ、これ。すげえな。うわ、俺が着てるジャージと全然違うわ。このトレーニングウェア。すげえいいやつだ。はい、ワンツー。あ、丈が短い。もういっか。俺足長えかんな。丈短い。おはよう。ああ、レナンさん、どうも。ツイキャスもやってますよ、僕。ワド監督で。ツイキャスもフォローしてください。どうもっす。ありがとうございます、来てくれて。どんな感じの映画は作ってみないとわかんないな、うん。もしよかったら、追っかけてよ。昨日お疲れ。達彦元気出るといいけどね。生きててよかったよ。偽善者があってぶったたかれたけどね、さっき。枠で売名野郎とかすげえ傷ついた。なんか無関係なやつが配信つけていくんじゃねえよとかさ。かっこよくないこれ。すげえかっこよくないこれね。生きててよかった。あ、ペイジョン久しぶり。うん、これかっこいいんだけど、フード付きで。え、これかっこよくない？うわ、似合う？似合う？いいね。気合入るわ。気合入るわ。めっちゃ。じゃあ行くか。これ走れっかな。あ、大丈夫か。うわ、かっけえこれ。行くか。じゃあトレーニング行きますか。新アイテム、うん、いくか。分かってる。そうだね、伝わる人に伝わればいいかな。寒いね。でもやるんだよ。でも走るんだよ。雪は降ってないと思うよ。誰かタイムキーパーできる人いたらタイムキーパーお願いします。1分経過2分経過って走ってる時コメント拾えねえからさ。で、5キロ走ってる間に飛んだ花火の数だけダッシュかますんでお願いします。じゃあ行きましょう。あったかい、あったかい。体重今何キロだろう。体重計持ってないんだよね。ただ65まで絞ろうと思って8キロぐらい絞るかな。めちゃめちゃこれすごいわ。あったかい、うん、おはよう。おはよう。うわ、軽っ。この素材すげえ。何分から走ろうかな。今日は15分から走ろうか。15分から。今日は何分で走れるかな。タイムキーパーのボーンは起きてねえか。
15分から走ります。バーガーありがとう。サンキュー。ああ、体硬えな。寒い。デザインいいな。嬉しい。新しいウェアを着てこういうのテンション上がるよね。リスナーさんからのプレゼントのトレーニングウェアです。似合う。パーカーフード付き。似合う。寒いね。めっちゃ寒い。金髪もジャージも似合ってる。ありがとう。すげえかっこいいジャージプレゼントされた。何着ても似合うんじゃろうって。褒めるね。褒めるね。気に入ったこれ。いい男、誰が着るかだからね。何を着るかじゃなくて誰が着るかだからね。母さんの顔好き、ありがとう。え、木村くん男じゃないの？ゲイなの？男にモテんだよな。え、女なの？木村くんって。俺にあれだよ、恋すると火傷しちゃうよ。実らない恋だから。何人の女性リスナーを泣かせてきたかね。ゲイじゃない。1分半で走ります。誰かね、余裕のある人タイムキーパーやってください。1分経過、2分経過あって、配信時間15分から走り始めんで、16分になったら分かりやすいと思う。16分で1分経過、17分で2分経過って書いてくれると。みんな手空いてる人コメント書いて、何分経過ってお願いします。あと1分後に走ります。勝つぞ。このつまらなくて、閲覧も集まらなくて、すごいきつい走るっていう行為が一番強くなるんですよ。悲しいよな。走るの大嫌いなのに。よっしゃ。今日がね、20回目です。最高記録は17分ジャストですね。17分ジャストが最高記録です。まあ30分切れれば俺は合格点だと思ってますね。信号待ち込み5キロ30分が僕の、まあ今日も30分切れれば合格点だと思ってるんで。それじゃあみんな準備はいい？準備はいいですか？皆さん OK だったらノーって書いてください。10秒後に走ってる気分になりましょう。捨て頃勝ちましょう。久保ボーさん、30分目指して頑張りましよからの。
ありがとう。寒いな今日。さすが雪降っただけあるわ。
寒い今日。寒い。脇腹痛い。はあ、もうくそ。
OK。言葉ちょうだい。オッケー。ポジティブなのしかいらない。折り返し今日後半了解。16分 OK。 いいタイム、いいよ、今日早いよ。よし、長い。
くそ、暑いな、この服すげえ温まる。雲ボンさん18分経過。了解。今のうち息整えよう。絶対30分切ろう。雲ボンさん19分経過。了解了解。絶対切ろう30分。謝らないで。いいペース、いいペース。悪くないよ。悪くないよ。いいペース、いいペース。今日調子いいよ。了解。残り一駅。
了解。ありがとう。OK。ありがとう。了解。残り6分。ついて、体重重くなってんなこれ。5分残り4分。残り4分。残り3分。月が綺麗、夜明けだよ。雲モンさん28分経過。夜明けが綺麗。
夜景が最高、綺麗だよ。足いて、ゴール40秒、28分40秒、皆さんお疲れ様です。今日のタイム88,888、結構歩いちゃったけど、5日ぶりだけど30分余裕できれるようになりました。今日のタイムキーパーはくももんさんです。皆さんくももんさんにパチパチお願いします。くももんありがとう、助かりました。今日は花火が上がらなかったのでダッシュは、なしです。今日のタイム5キロは28分40秒です。お疲れ様です。お疲れ様です。疲れた。お疲れ様です。いいペースだね。確実に体力ついてるよ。5日ぶりだったから体重たかったけど体重がリバウンドしてる。だけど体軽くなったらまた走ってた心肺機能は上がってる。ただのやからさん、お疲れでした。お疲れ様です。これはいけるいける。確実に強くなってるよ。1ヶ月前1月の頭走った時50分かかってたのが今28分40秒だからね。前より強くなってる。前はステゴロ2の時は29分台だった。ギリギリ切れるぐらいだった。いける、強くなってる。全然強くなってるよ。スタミナないなんて言わせないよ。もうおい、みやびえ、スタミナないと思ったら大間違いだぞ。今回弱点克服してっかんな。2キロ走ってへばってるお前とは違うんだよ。バリルボンさん、続けたら20分くらいになるかも。プロ、市民ランナーで25分って言われてんの。要は信号待ちとかの障害物がなくて25分が時間でやってる人って言われてるの。5キロはでも俺の場合は信号込みで。チャンペクさんはドさんを頑張ってるね。信号込みだし坂道がすごい。高低差見てよ、向こうの奥見えないでしょ。もうすごい高低差だから。だからむしろ25分で走ったら神がかってるぐらい、普通にランナーとして機能してるぐらい。信号待ち込みだからね。俺のベストタイムは27分。今のペースは時速10キロぐらいで28分間走ってる計算。時速10キロ、悪くないよ。ザメがおはよう。可愛い子ちゃん来たね。寒い。でもこれがすごく軽い。軽くてもう暑いの。サウナみたい。すごいこれ。途中後半の5分ぐらい暑くて暑くて汗びしゃびしゃだよ。これ痩せるよこれ。すっごい汗かいた。いい感じだよ。多分ね、ランニング用だ
と思う。これはあのウィンドブレーカーみたいな素材で、すごくかっこいいよね。すげえいいやつ買ってくれた、みーすけ。インナーも買ってくれたからね。今日の夜変えたの。あ、どれの深夜食堂さんですね、その枠は。ごめんなさい。どれの深夜食堂さんの方にお願いします。朝焼けが綺麗だな。スカゼロロの帝王元ジャニーズさん、分かりました。スケベ食堂の枠に行きます。月が、三日月がシルエットがすごい綺麗。そうで、色合いブルーなんだけど灰色になってるね。色合いはね、ブルーだよ。灰色に見えちゃうけど画面だと。すごい綺麗なブルー。 あ、こっち側のカメラだとブルーになるね。すごい綺麗。ああ、走った。強くなってるね。5日ぶりだったから不安だったけどね。5日ぶりで30分余裕で切れるのはいいね。途中止まったのがもったいなかったけど、37分後半台でいけたね今日。体が重かった。もったいない。やっぱ毎日走んないと。もったいない。これ休んだらダメだ。よく勉強になった。休んだらダメだ。今度は勝とう。傭兵さん、シャドウとかしてる？シャドウはしてないかな。とにかく走ってる。とにかく走ってる。シャドウは今してないよ。今日軽くシャドウやってもいいけどね。この素材軽くていいわ。疲れたってなるって。だからトレーニング初日この道50分かかってたんだって。50分かかってた道が1ヶ月後に28分で走れてんだよ。最初1分か2分で立ち止まったもん。でも諦めないで前に続けたら走りきれるようになった。もう20回目だからねこれ。捨て頃までに100回走ろうね。あと80回、まだ時間ある。5キロを100回だから500キロ走る、うん、残り80回、捨て頃までまだあと5ヶ月ある、うん、3日走って1日休むっていうペースでやろうと思ってるね。今20回走ってる。今日が20回目のトレーニング。今日はね、俺の家にのんちゃんが遊びに来るから、すげえ楽しみだね。三日月がいいな。都庁のシルエットがすごいかっこいい。いい感じだよ。綺麗だね。川もここ神田川沿いですごい綺麗な川がさ、あのビルの明かりをこう映してて、そうでビルがこう生えてて、おはよう。
おはよう。いや俺も子供の頃運動できなかったんだよ。入退院繰り返してて、家バレどころか俺のツイッター見てごらん。俺のツイッターに住所書いてあるから。もう配信やってる時に全部諦めたから、隠し事はなしだ。そう、晒されるぐらいだったら晒してやるっていう、失うもんねえから。悪さする人は一人もいない。堂々としてればいい。コメントではああだこうだ言ってくるけど、俺に実害を加えた人はいないよ。リスナーさんで俺を悪くした人はいない。6年もやってるけど、みんなよくしてくれるよ。リアルでは家ピンポンは迷惑だな。帰れって言うかな。それはマナー違反でしょ。俺だって寝てたりプライベートあるんだから、それはマナー違反だよ。動物のさ、公園だったんだけど、ジャングルジェムとかなくなって今こんな感じになっちゃったよ。鮫島さんのお姉さんはもう上がり込んでたからね。ここにジャングルジムあったのになくなっちゃったよ。動物公園、そう、綺麗になっちゃった。こんなさ、自転車マークとかさ、手つないで歩くマークとか、こんな綺麗になっちゃった。街灯もついてね、すげえ好きだったんだけど、街は変わってくよ。やばそう。あの、のぞみにあの過剰反応するのやめて。のぞみとのりこに過剰反応するのほんとやめて。どんだけ好きなの。あの回もう何回も見たって言ったもんね。100再生はやばそうだって噂だからね。のりこ VS のぞみはもう2万回見た。2万再生もいってねえわ。ああ疲れた。お疲れ。ありがとうね、ウェア。すげえよかった、このウェア。うわ、汗びっちゃびちゃ。すごい発汗が。とんでもなく汗かいたよ。疲れた。飯食って寝るか。朝起きたらのりこがいるのがいいな。疲れた。あ、楽しかった。毎日走らないとね。金髪悪くないね。悪くないと思う。ていうかなんかカオスっぽくなったよね。カオスのモノマネできそうだな。だーだーってこういやーってできないな。声使っちゃうのかな。いやあうわ出ないな。カオスの声あーいや出ないな。なんか頭の中ではあるんだけど、喉に繋がんないね。これでもマジで、これ続けたら腹筋割れるぜ。腹筋割れる。すげえ安さも。なんかカオスの声すげえ好きなんだよね、俺。ん、こう、う、こう、すごい柔らかい。すごい柔らかいんだよ、カオスの声は。すごいいいトーンというか、いい時間。まあ、ブリってるからなんじゃないかって思ってるけど。俺は薬のことよくわかんないけど。
いや、俺カオスの世界観すげえ好きだよ。いや、なんか走るのが好きになってきたね。シラフ。走るのがいいな。今日は走って気持ちよかったな。強くなった気がする。まだ強くなれる気がする。いける気がする。悪くない、悪くない。悪くない。勝てるよ。6月までに自分に負けなかったら勝てるよ、これは。そんな気がするよ。面白いもん見せられるかもね。何食おうかな。飯何食おう。体に健康的なものが食いたい。もうマックとか食えない。この前マック食ったけど、照り焼きマックバーガーとかシェイクとかうまかったのに、シェイク俺半分残したんだよ。パフェも食えない。シェイクも飲めない。照り焼きに至ってギトギトでまずい。口の中ベチャ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 する。本当に変わった体が。あんなもん毎日食ってたんだって。いや、体が変わった、すごい。より目は治ってないけど。こう肉が食いたいんだよね。肉が、焼肉、ステーキ、ネギシ、牛タン、バナナとかいいね。バナナ、バナナ、バナナいいな。いいね。のりこにチャーシュー作ってもらおう。のりこチャーシューが食べてえな。のりこチャーシュー激うまだかんな。激うま。自炊いいね。うん？基地外企画開始だ。いや、倒産しないでしょ。儲かってるから、決済の前に還元してるんだよ。税金対策だよ、リンゴさん。儲かったってことだよ。1500万税金払うぐらいだったら、経費で落とせるから、1500万ぶんまくやつでしょ。いや、だから、いいことだと思うよ。思いが届いたんでしょ、俺らの。いや、帰ってこさせようっていう。ツイキャスに負けねえよって。もう、ばらまくぜっていう。腹くくったんでしょ。いや、俺、ふわっちの攻め方かっこいいなと思ったよ。
今回は見直した、うん、パーセンテージ上げねえよって、ツイキャス7割還元うちは、うん、そこには乗っかんねえっつって、現金分爆はっつってかっこいいでしょこれ、全員戻ってきたじゃん、金に汚ねえやつらが、リナネコ、キンバエ、ツバニャ、裏切り者が全部帰ってきたじゃん。金じゃーっつって、金だーっつって戻ってきたじゃん。いや、かっこいいっしょ。俺、なかなかやったなって思ったよ。いや、システムの変更しないで、ぶんまくわっつったんでしょ。金ばらまきゃいいんだよって。これぞふわっちだよ。運営さん最高。運営さん最高。ふわっち最高。よくやったよ。このアイデアはなかったね。パーセンテージ釣り上げんじゃなくて、いやーって、俺らはもう現金分まくからって、リスワン1位に200万分まくわっつって、最高にかっこいいでしょ。金の猛者たちが、いやいやいや、俺今回ふわっちかっこいいと思ったよ。いやリスワンも金ばらまくよ、200万ばらまくよっつって、でマンスリーもばらまくよって、何が悪いのっつって、すげえかっこいいクール。本当にあのなんだろう、システム変えないでよくこの決断できたなっていう。本当にかっこいいと思う。うん、これだよ。うん、これだよ、うん。かっこいいよ。あれ、フォロワー減ってる。せっかく1500人超えたのに。何食おうかな、何食おう、なんかね、あと腹減んなくなったんだよね。運動してて最初の頃はガツガツ食ってたんだけど、今ね大盛りであれって普通盛りでいいなって思うようになった。なんかね体が変わってんだよ。顔痩せたでしょ俺、明らかに変わったはずなの。顔が痩せたっしょ。なんかね、自分でね、お腹が引っ込んでったりね、体調、その食い物が変わったりとか、すげえ面白いことが起きてんだよね。面白い。人間の体って不思議だよ。いや、だから、その、マッチ棒とか言うね。痩せたでしょ、全然。そう。体型も変わって、うん、走り始めたら変わって、で、やっぱりね、要は動物を飼ってたわけじゃん。全力で走ってぶっ殺して食ってたわけじゃん。その体を動かすってことは理にかなってんだよね。だって、ここ、なんだ、汗水垂らさなくて仕事ができるようになったのって、ここ200年ぐらいなんだよ。人間の DNA からしてたった200年なのよ。でもずーっと運動し続けたわけじゃん。もう地球、生命が誕生してから、俺らの先祖の先祖、アメーバだった頃からずっと動き回ってたわけじゃん。だからね、やっぱりね、その、なんだろう、リンクしてるんじゃないかな。なんか、俺、だから運動しなくなったからうつ病とか出てきたっていうのは関係あると思うんだよね。あの、要は働く必要がなくなってきたことで、弊害で、たつひこ生きてる生きてる。自殺未遂だね。未遂つうか、よくわかんないんだけど、自殺をほのめかしてて連絡取れなくなって。で、今日自宅行ってきたんだけど、生きてはいる。もう、あとはほっとくしかない。あとは達彦の問題だよ。うん。早く元気出して戻ってきてほしいね。気持ちはわかる。でも死んだらダメ。うん。まあ、俺のツイッター見たら村健さんわかるよ。便所さんとランさんと一緒に行ってきたから、俺のツイッターフォローしといてよ。あの詳細も写真も全部上げてるから、うん、ツイッター見たらわかる。あのどこの放送でどれでやってるとか全部記録残してるからさ、うん、おかげで俺は飛び火したけどね。売名やろうとか人の命でネタにすんのかとかクソムカつくけどね。辰彦のこと心配ふりした偽善者たちが綺麗事抜かしてたから、うん、いやよかったよかった、命は帰ってこないから。まあでも配信で死にたいとか今から自殺するっていうのはダメだよ、うん、
ダメ。死んだらダメだよ。いや、気持ちわかるよ。奥さんいなくなって、仕事うまくいかなくなってとか、いろいろあるから人生。気持ちはわかる。減らってもいい。でも腐ったらダメ。死んだらダメ。それはダメだ。でもやるんだよ、の精神だよね。みんな辛いし、みんな死にたくなるし、みんなもうダメだと思ってやってきてんだから。腐ったらダメだよ。こういう時に、辛い時に人間性が出るから、みんな辛いんだよ。みんな頑張ってんだよ。助けてって嫌いんだよ。行って、まあ、とりあえず、便所さんとランさんと合流して一緒に行って、で、ゴン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 って、ノックしても反応なし。で、便所さんは心配だからって、警察に安否確認。要は、警察に保護されてる可能性もあるから。で、便所さんが一人で警察行って話してくれたの。そしたら、警察と話し合った末、自殺してる可能性ある。保護されてないし、病院にも記録はないし、昨日も自殺未遂仕掛けたっていうのがあるから、警察が行ったの。一緒に行きましょうってなって。警察の判断ね、それは。で、警察が行ったら、あ、おかしいですねって。で、中で物音がすると。で、もうこれは死んでる可能性もあるから、つって、警察の判断で消防隊と救急車を呼んだの。で、結局、警察パトカー2台、救急車2台、で、消防車3台か。で、ベランダから突入したの。で、ベランダから突入した時の、後でもうそこは封鎖されてたから、入らないでくださいって言って、警察でも入れないから。いや、消防隊の権限なんだって、法律で。で、俺らは車の中で待ってたら、要は消防隊ベランダから入ったんだって。そしたら帰れって怒鳴ったんだって。要は、本人が拒否をしてると。ただ、救急隊の人は、命の生存は確認できてるって。その時点で俺らは、まあ、生きてたっていうことで。で、その食い物、ランさんが、やっぱ、こういう時は腹が減ってるから悪いこと考えるっつって。ご飯食べて元気出してほしいっつって。で、ランさんが、そのカップラーメンとかいっぱい買って、ドアノブにかけて帰ってきた。そしたら俺はぶったたかれた。人の命をもてあそぶなとか。なんか配信つけていくんじゃねえとか。とんだとばっちりだよ、ほんとに。まあ、いいんだけど。まあ、そんな感じかな。別にいいのよ。女に振られて、悲しい、寂しい、帰ってきてほしい、泣きたい、死にたいまでは許せるけど、死んだらあかん、腐ったらあかん。ましてや、自殺をほのめかす配信で、自殺をほのめかすとかダメでしょ。死んだらダメだよ。そんなことするためにやったらダメだよ。死にたい気持ちを助けてほしいって言うんだったらわかるけど、今から死ぬなんていう配信はダメだよ。そんな3日も4日も繰り返してんでしょ。それはリスナーに失礼だよ。まあ早くいいんだよ。生きてりゃいいんだよ。みっともなくてもダサくてもいい、辛くてもいい。生きてりゃいいから俺は。で、元気が出たらいい。人間なんだから落ち目はあるよ。うまく何やってもうまくいかない時あるよ。みんなそうだよ。いや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 、荒野の件、ロハコさんの件、竹本の件、もう去年散々もう、中西マンも今年そうだったけど、もう信用できない。ああいうやつは死なない。ほっとけばいい。死にたいやつは死ねばいい。もう散々聞いたし、なんだろう。何人死んだか、本当に。やだよ、やっぱ。後味悪いよ。荒野だってそう思ってたもん、俺。死なねえだろって。あっけないよ、ほんと。いや、荒野のことがみんな頭に引っかかってんだよ。いや、竹本さん自殺じゃなくて病気だけど。でも、ぽっくり言ったわけじゃん。ロハコさんも竹本さんも。自殺は荒野だけだけど。
それでもやっぱそのあの時動いてたら生きてたんじゃねえかみたいなの残ったかんね、全員。そう、荒野に関しては。やることはね、なんか自分で死ぬことほど悲しいものってないじゃん。あの死にたい人間なんかいないんだよ、生物的に。みんな生きよう生きようとするのが本能なわけじゃん、普通に考えて。生きるためだけに生物みんな生きてるんだよ。でも自分で死にたいって思うような世の中ってダメだと思うの俺。そう思わない？生きてて死にたくなる人が生まれちゃう世の中って絶対おかしいと思うから。もちろん死にたくなることあるよ、落ち込むことはあるよ。でもね、やっぱね、その自ら自分の命を絶たないといけない世の中っつうのかな、世界っていうのは俺は悲しいと思うけどね。死にたいやつは死ねばいいっていうその言い方もわかるんだよ。わかるんだけど、俺は何だろう、辰彦の気持ちはわからなくはないから、減らってる辰彦の死にたくなる気持ちもわかるけど、昔自殺未遂した時にさ、すっごいドヤンキーのおっかない先輩が俺に引き止めてくれて、電話で。で、家に行ったら、なんて言ったかっていうと、ドヤンキーでそういうこと言わない先輩なんだけど、かなり年上先輩だったんだけど、超おっかない先輩が、お前が生きててくれて嬉しい、ありがとうって言ってくれたのね。うん、お前が生きててくれたことが嬉しいっていう。で、お前が生きてることが嬉しいから死なないでほしいって、はっきり言われたの、覚えてるかな？涙ボロボロ出たよね。生きててくれてありがとうって言えないよね、あんまり、恥ずかしくて。でも死にたくなったことがある人間はお前だけじゃないからなって、みんな一度は通るんだから、死んだらダメだよって、帰ってこないよ命は、簡単に死んじゃうからねって。19歳だったけどね、19歳だったけど、そうそうそう。お腹すいたな。腹減った。よいしょ。さあ飯食って寝ようかな俺、うん、もうシャワーはいいや。もうおー、ニンニンおはよう。入って寝るか。ああ、髪の毛
を似合う、似合う金髪どう、人に的にはどう、マリルボーンは黒髪が良かったって、私おばちゃん的には黒髪が良かったなって言われちゃった。人に的にはどう、正直に俺は気に入ってる。俺は金髪なんか若返ったし、なんか若い頃の自分見てるみたいで、なんか結構テンション上がり気味だけど、ニンニ的にはどう、髪の毛ヒゲも金にした、ありなし、昨日車で暗かったし、弁護士の枠であんな時にまだいろいろ言ってたのに腹立って、ん？どういうこと？主語がないから、何暗かったしって何、あんな時にまだいろいろ言ってたのに腹立ってって、何が、何腹を立ってんの、何いろいろって、俺らは思ってること言うよ。いつも言ってるけど、好感度上げようなんて思ってないから。あの、別に、なんだろう。言いたいことを言うよ、俺は。リスナーの好感度を上げるために、その、善人ぶるつもりなんかないから。思ったことを言うし、普段感じてることを言うよ。ケピありがとう。で、それで気分が悪くなる人がいるんだったら、それは、それで受け入れるけどね。それが気に入らないっつんだったら、まあ、俺のことが嫌いなんだろうし。その、いろいろが何を指すのか俺にはわかんないけど。俺は別に成人でもなければ、なんだろう、綺麗事しか言わないっていうつもりはないし。何のために便所さんの放送で和戸監督氏がやってのリスナーさん理解してたのかな？え？え、にんに、ちょっと冷静になって。何のために便所さんの放送で和戸監督氏がやってのリスナーさんが理解してたのかなって言われてもわかんない。あんな時に和戸監督の悪口的なこと言ってる。電話かけてくれば。今、LINE かけてくれば。で、電話で話す。その方が伝わんじゃないの。何に対して怒ってるのかもわかんないし、何が不満なのかもわかんないし、文字はわかんないよ。伝わんないよ。かけてくれよ、いいじゃん。聞くよ。ごめん。ニンニが何に対して怒ってんのかがわかんない。俺に対して怒ってんのか、便所さんに怒ってんのか、ランさんに怒ってんのか、達彦に怒ってんのか、リスナーさんに怒ってんのか、何もかもわからん。怒ってるしか伝わってない。俺には。ね、何について怒ってるのかがわからない限り、コメントしようがないよ。何を言ってるのかわからん。何に対して怒ってるのかがわからん。で、もし、ニンニが、聞いてほしい、受け取ってほしいって言うんだったら、俺は受け取るよ。で、一番早いのは電話だよ。今、ぶちまければいいじゃん。俺は受け取るから。
あの状況でコメント走るからと、ワドさんの悪口みたいなのをリスナーさんが書いてた。あ、俺の悪口を書くリスナーに対して腹が立ってるってことが言いたいの？俺のことを悪口言ってるリスナーのコメントに頭に来たっていうことを言いたいの？あ、そういうこと？あー、いいんじゃん。頭に来る必要ないよ。いいじゃん。ニンニは、ニンニが好きなら好きでいいんじゃない？俺のことが。嫌いな人は嫌いな人でいるよ。いっぱいいるよ。俺はでも好きな、好き、好いてくれる人とかを大事にするだけだから。いいんじゃない？別に。ああ、リプキンなのにね。まあまあいいじゃん。そんな怒ってたら配信見るの疲れちゃうよ。そんな、全員そんな風にならないよ。うん。あ、そういうことね。そんなみんながみんなニンニと一緒で俺のこと好きってわけじゃないから。しょうがないよ、それは。俺は全員から、その、好かれる配信なんかできないし。うん。ああ、認知度ね。ああ、まあ、っていうか、まあ、いつも言うんだけど、その、一個の例えなんだけど、イエス・キリストって今では聖人君主っていうの？とっても偉いことをした、尊いことをした人でしょ？イエス・キリストは、ユダヤ人に殺されたんだよ。槍で突かれた、十字架貼り付けされて。ブッダは毒盛られて死んだんだよ。毒殺されたんだよ。今で3000年語り継がれるわけでしょ。いいことをした人って。ジョン・レノン見てごらんよ。ファンに銃殺されてんだよ。そんなもんだよ。ジョン・レノンとか、イエス・キリストとか、ブッダでさえアンチがいたんだよ。あんなに尊い人なのに。だから全員から好かれるなんて無理だよ。それが人間だから。俺はそれでいいと思ってるから、全員から好かれようと思ってない。そもそも。だからほっといていいよ。その、俺の都合では宇宙は動いてないから。俺のこと嫌いな人がいて調和が保たれてると思ってんの。ありがとね。あ、いや、嬉しいよ。嬉しいけど、ストレス抱えないで。わからない人には何言ってもわかんないから。言わせておけばいいよ。わかる、伝わる人に伝わってたらいいから、俺は。別に。似合う。気分転換。伝わる人に伝わればいい。伝わんないやつには説明する。必要すらない。何でもいいよ。嫌いだろうが好きだろうが。うん。こう流した方が好き？こう？こんな感じ？こんな感じ？アンチがいるっていうよりも好いてくれる人の方が少ないのでは？少ないだろうね。うん。少ないと思うよ。俺のこと好きっていう人は本当に10人ぐらいじゃないの？配信全部で。だって好きって言ってくれる人10人ぐらいだもん。俺はその10人を大事にしたら、あとの知らないよ。もう俺好きでも何でもないとか、俺は嫌いっていう人は別に大事に、俺も嫌いだし。俺は知らんっていう。別に、だから人数の問題じゃないと思ってて。うん、嫌いな人に放送なんか見てもらわなくてもいいと思ってるから、好きな人を大事にしとくよ。ただそれだけ。いいね、ありがとう。うん。俺はこっちの方がしっくりくるんだよね。なんか。変、嫌い？金髪変、ヒゲも金にしとけど。こんな感じ。変かな？
こっからブルーにしようか迷ってんだけど、これ金髪でもいいかなとか思って。のんちゃん黒髪がいいって言ってたからちょっとショック受けるかもしれないけど、俺は結構似合ってる。でも自分でツイキャスでやってた、夜中に。似合ってる、ありがとう。垢抜けたね。上のひげは今荒れてるから、唇とかが薬剤染みるからやめようと思って、ここと眉毛はやんなかった。夜中にツイキャスでやってたね。あとごめん、今月から俺花火の支援目標を書くわ毎日。もうごめんね、こじらないっつったけど書くだけは書かせて。あの食えねえ、1月ワースト記録出しちゃった。もう本当に書かない、ダメだ。あの花火くださいとは言わないけど、あの書いておく、もう今日の目標。モテを意識するなら黒髪が受けますけどね。あー、黒髪いいっていう人いるよね。原価継ぎたかったんだよね。黒髪にしてから閲覧ガクって減ったから、少しでももう藁にもすがる気持ちで、やってるかな。もう金髪にして閲覧上がったりね、するんだったら、配信がうまくいくんだったら金髪でも何でもしたいっていう。キツネ枠は多分減らすと思う。もうキツネ枠で花火全然上がんなくなっちゃったから、あのやってる意味がない。閲覧は上がるけれども、ちょっとあの週2回とかにするかな、あのふわっちのキツネ枠は。さすがにもうやる意味がないから、ヘイトばっかり集まって、多分ふわっちもキャスも通常枠が多くなるね。ここが荒れてるから唇が今、染みるからさ。あー、配信者の気持ちが分かった。毎日あんな感じだよ。それは血面垂らしながらね、メンヘラになるでしょ、あんな。だったら見るなよっていう気持ち分かったでしょ。お前配信つけて達彦売名かよとか、食い物にしやがってって、お前が一番食い物にしてんだろって。俺達彦の安否確認して、達彦が心配だっていう人と一緒の気持ちで行ったのに、達彦で売名かよ。知らねえや、そんなもん。だったら君、おめえの方が売名どころか、人の死をもてあそべんのてめえだろと思ったけど。ありがとう。そう思わない？生きててよかったね、で終わりだよ、ほんとに。子供の障害のことでいろいろ口論になった。誰と？旦那さんと？痩せた。すげえ痩せた。お腹もやばいよ。お腹も、見えるかな？これでもだいぶ痩せたの分かる。乗っからなくなった。ここにボンって乗っかってたのが、だいぶ痩せた。ちょっとリバウンドしたな。ちょっとここのライン見え始めたでしょ、腹筋の。まだデブだけど、これ絶対6月までは腹筋割れると思う。へこませてないよ。へこませたらこうだから。まだデブだけどね。前もすごかったよ。1ヶ月でここまでのペースだから、顔もだいぶ痩せたし。放送でいろいろ話した。ワード監督氏の放送をまともに見てる人は、任意の子供が多動症なのと聞いてるはずだから。いや、違うんだよ。あの、いい、言わせておけばいい。もう、あの、めんどくさい。あの、めんどくさいっつうのは、その、バッドなオーラを持ってるやつの、バッドはダメなんだよ。人を幸せにしないから。少しね、横っ腹がまだ残ってるから、横っ腹も取れると思う。ああ、そうそう、顔はすぐ痩せる。顔はなかなか太りづらいんだけど、だからパンパンだと。
多分頬もこけると思うよ、ここ。まだ皮が伸びてるから、ほっぺたぷっくりしてるけど。うん。捨て頃の時には、シュッてなると思う。いいの。いいんだよ。言わせたいやつには言わせておけばいい。その言葉は俺らの言葉じゃないから。言葉は全部自分から出てくるものは、なんだろう、自分の思考そのものだから。うん、痩せたらどんな顔になるかな、うん。子供の頃からずっと太ってるからね。アド監督署が放送してる時に放送して、俺ニンニが配信やってるの知らない。知らない。どこで配信やってんのかも、配信者なのも知らなかったもん。別に配信して、放送していいんじゃん。自由に行こうよ。うん、俺は何かを縛るつもりはないよ。俺を囲えとか、俺の放送に被せるなとかないよ。やりたい、好きな時に好きな、もう一回言うね。いつも言ってるけど、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやる。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。あ、これで、あ、メガネかけてみようか。黒メガネってどっちだろう。こっちかな。これ？こっちの方？カオスみたいだな。似合う。あ、こっちじゃない。懐かしい。こっち。こっち。あ、似合うね。黒縁が映えるね。こんな感じだ。うん。似合うね。黒が映えるようになった。だから黒で黒い服着てたから重たかったんだよね。顔が明るくなる印象ね。うん。いや、金髪印象俺良かったなって思うんだよね。うん。明るく、その、黒と対照的で明るくなったよ。すごい。ありがとう。クリエイターっぽいよね、ちょっとね。美容師さんみたい。ああ、昔からよく言われるね、美容師さんみたいな雰囲気ですね。よく言われるけど。俺、美容師わからない、自分。後ろ？こんな感じ。見えるかな？いや、皮膚ちょっとヒリヒリしてるよ。ただれてるよ。色は入れてない。これからブルーのカラー入れようと思ってる。ヒゲと金髪1週間ぐらい楽しんだらブルー今回。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。この色にしようと思ってる。次ブルーでいこうかなと思ってる。このブルーだ、ね、これ。いや、みんなでこの上の色どれがいいってカラーチャート見せたら、俺が普段の赤このストロベリーレッドっていうの入れてたんだけど、いや、ブルーいいんじゃねってなって。グリーン派もいたけどね。エメラルドグリーン。ブルーでいこうかな、今年は。テーマカラーの赤を捨ててブルー、和道ブルーでいこう。あ、ピンクなんだ。てか俺ニンニの顔知らないかんね。
ニンニの顔、もうこんだけ付き合い長いのに顔見たことないから、うん、まあ何でもいいんじゃないっていう、白にしようと思ってたんだけどね、ホワイト入れようと思ってたんだけど、そう、黒髪は終わったね。いや、リアルで会ったどころか俺なんだろう、顔も知らないよ、ニンニ会ったこともないよ、全然わかんない。ただネットでの付き合い何年だ、もう5年ぐらい。顔つき変わったよね。いや、ほんと痩せたよ。いや、このまま激痩せしていくと思うよ、多分。ほんとに腹筋割れる予感しかないね、ペース的に言ったら。多分激痩せしていくんだろうね。大丈夫だよ、モテねえから大丈夫だすごいね、運動はすごい。仕事終わり、シャワー浴びんのが一番だるい。俺シャワー大好きだよ、なんかシャワー大好き、なんかこう生まれ変わった気分になるんだよ、シャワーこう浴びて外に出る瞬間、ふわーってシャワーすごい好きだね。リフレッシュする。なんかドア開けた瞬間のふわーっていう感じですけど、シャワー大好きなんだよね。あ、そうだ。俺ドレさんとの約束で腹筋取り入れろって言われてるんだ。腹筋やってもいい？ちょっと、
あの配信外とサボるから配信中にやりたいんだよね。腹筋やっていいっすか。ごめんね、なんかおっさんが腹筋やってんの見て何が面白いんだって感じだろうけど、やっていいっすか。そう、体幹が強くなるからトレーニングに絶対取り入れてほしいって言われて、食事制限というかね、もうマックとか食えなくなった。あと糖質が食えなくなったかな、砂糖類が食えなくなった。まあ最近ちょっと甘いもの取り入れるようにしたんだけど、体幹強くするためにちょっと腹筋やります。ごめんね。じゃあいきます。見えるかな、どれくらいの高さにすればいいんだ、これくらいかな。 OK、 映像の角度 OK だったら OK と書いて、ね、50回を今日は2セットやろうか。 OK、 50回を2セット。でも腹筋50回もできっかな、腰痛めてるから、あのひねりはなしでいきます。ちょっともうちょい寄せるか。オッケー、こんなもんか。いきます。じゃあ50回いって、1回、2回、3回、4回、13回、やば、14、やばこれ、15、16、やばいぞ、17、これはきつい、18、19、やばいなこれ、20、21、22、23、24がついた。やばいな。25、26、27、子供の頃100回できたわな、28、29、30回、腹筋ねじ切れそう。31、32、33、34、あー筋肉痛、35、36、
30万万。38。39。花火ありがとう。便所さん、便所さんお疲れ様です。あれ、花火どっち切り？40。41。やっばい、おっさんだね。42。でもボディ狙ってくっかんね。あー、ダメだ、わかんない。42だよね。次43。43。やばい。43。44。やばいな、これ。45。46。18。きついよ。これ2セット無理じゃない？ベンジョさんありがとうございます。ベンジョさんから花火いただいちゃった。同業からもらう花火ほど恥ずかしいものないのに、ベンジョさんにいただいちゃった。まあいっか、ベンジョさん捨て頃でも儲けるし、うん。あー、ランさん昨日お疲れ様です。どうもです。すげえなんかいい人で、なんか怖い人だと思って絶対近寄んねえって思ってたんですけど、ベンジョさんがビビってるぐらいだから絶対やべえ人だと思って、絶対やからだと思ってたんですけど、ここだけの話、絶対関わんないようにしよう、怖えと思ってたけど、めちゃめちゃいい人で感動しました。今後ともよろしくお願いします。昨日はお世話になりました。駅まで送っていただいて本当に感謝です。ありがとうございます。え、これ100回やった方がいいのかな。ドレさん的には毎日100回、もう最後の後半の 1,2 ヶ月は200回、いや50回1セットでいいから、このこのなんつーの継続が一番効くと。いやボディ打たれ強くなるのと、体幹が抜群に良くなるから、走る、まず5キロ走る、これはもう最高にいいと。でダッシュもいいと、これは取り入れろと。ワドって今のうちから腹筋やっとけって、絶対にボディ狙ってくると。背低いから、下攻めてくると。その時に、ブレないし、自分のパンチも腰切れるようになると、腹筋をやりなさいって言われた。はい。悪名高いワードです、僕が。こちらこそ、今後ともよろしくお願いします。はい、めちゃめちゃ素敵な人だった。金梅が死亡確定ってテロップ出してる。いやもう、いやわかんないよ。わかんないよ。
鮫島さん死んだかどうか。まあでもドレさんとの厄介なんで、とりあえず諦めないで何回できるかやってみましょうか。2セット目ちょっと休憩して、このぷよんぷよんボディを鍛えましょう。何回できるかな。いや、100回が一番、その100回やっときゃお前はもう負けねえよって、うん、まあちょっと俺もやめたいよ、うん、でもまあトライしようか、何回できるか。2セット目今ね、番だって、今番だって、1週間番食らってるって。俺もブロックされてるから、鮫島さん何やったかとか詳細知らないけど、誰かコメント書いてたよ。一週間バン食らってるから。2月の5日までとかじゃなかった。ごめん。俺、鮫島さんにブロックされてんだよね。全然わかんない。じゃあ2セット目行きましょう。2セット目。行きまーす。1回。2回。3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回と。いけるいける。11。ドラゴンボールみたいだな。12。13、14、15、16。まだいける。21。25。
あ、ダメだ。ごめん。25。ごめん。ああ。これ絶対筋肉痛だよ、こんなの。ごめんなさい。25。起き上がれない。ごめんなさい。覚えてて、今日の結果、75回ね。50が1セット。これ明日えぐいぞ、腹筋。でも強くなるからね。やらないとね。強くなるためには。ごめんなさい。ちょっと。75ですね、今日の記録。75回っす。ヘッポコ、よくこれでやってたよな、ステコロナ。いやー、腹筋割れるぞ、これ。ステコロまでに。えぐいわ。うん、えぐい。どうする？ボクサー体型になってモテたらどうする？キャーキャー言われたいんだけど、俺もテルチャンピンみたいにキャーキャー言われたいんだけど、こうやってはーいってキャーワドさんつって、ヨン様みたいになりたい。無理か無理か。飯何食おうかな、晩飯。運動した後の飯うめえぞ。うわ、眠い。いや、のんちゃんのためにかっこよくなってる。のんちゃんはこんなにデブでこんなにダメな俺を世界で一番かっこいいって言ってくれるから。のんちゃんのために。いいじゃん。女の子にキャーキャー言われても、のんちゃんが好きっていう。それでいいじゃん。シャドウも軽くやろうかな。シャドウも軽くやった方がいいかな。まあドレさんにはね、もうとりあえず最初の2ヶ月は走り込みと腹筋とダッシュでいいよっていう、技術はある程度ついてるからって言われてんだけど、どうしようかな。シャドウやろうかな。軽くやるか。軽く軽くシャドウやって終わりにしよう、今日のトレーニング。軽めにやるわ。もう1ラウンドだけでも。ちょっと軽めに流すね。5日間サボってたから。やべ、上着忘れた。風邪ひく、これ。軽めのシャドウやります。
寒見えてる？放送大丈夫？金髪にしたんだよね。いい年こいたおっさんが見えてる？大丈夫？ここで軽めに 1,2 ラウンドやって終わりにするわ。映像問題なかったら OK って書いて、見えてたら。車がサンドバッグ。
ハンドスピード遅くなってんな。タツヒク生きてるよ。自殺なんかほのめかしてるっぽいね。でも昨日生きてたよ。まだまだ戦える状態じゃないの。何食おっかな、ご飯。何食おう。
じゃあ俺ご飯食べて寝るわ。皆さんおやすみなさい。今日のトレーニング枠です。もしお捨て頃応援してくれる人とかいたらフォローしてもらえると嬉しいです。それじゃあお疲れ様、みんなおつね。これからお仕事の人頑張ってください。お疲れ様です。おやすみなさい。